皆さんおはょうございます、はい、良平です今日が3月1日、3月1日、えー、3月1日ついに3月、はい、もう春めいてきたね。俺はね、今までの経験の中で、あともう1回ぐらいなんか寒波が来るわ。ね、そういうイメージ、3月にちょっとね、雪がちらつく時があるんよ。 いいててくってい感じだけど最近、本当に春めいてきたなっていう感じはあるんやけどここでね多分一発どっかで最近、ちょっと今日も結構気温上がったりするんやけど多分もう1回ぐらい多分寒波が来ると思いますのでえ皆さんまだ油断禁物でえよろしくお願いします。今日はえ質問に答えます自分の話っいうよりかは質問にざっと答えていく日にしようと思いますねえある程度たまったらえやらせていただこうと思いますのでえ今日はまず質問から質問というか質問だけ今日は答えますね。 質問ですお財布を寝かせる間お金を呼び込むために入れる現金の診察には枚数に限界があり少し診察のお札を財布に入れもう一つ銀行の一番貯蓄のあるキャッシュカードに入れておくでも良いのでしょうか あれ全然頭に入ってこなかったちょっと待ってよお財布に寝かせる間お金を呼び込むために入れる現金の診察には枚数に限界があり少し診察のお札を財布に入れもう一つ銀行の一番貯蓄のあるキャッシュカードに入れておくでも良いのでしょうかいや銀行に入れていく分に関してはあの好きにしていいとは思うんですが大体いい自分の財布の中にこれぐらいの金額が入ってたらリッチだなって思う金額あ明日がいよいよ最後の、えー、3月2日と年と月との日とらとらとらの日ですねこれがもうラストになりますね明日がですね なので、ここ、重要ですよ。もう、ここを逃したら、次回、12年後になりますね。なりますので、はい。財布の中に入れる金額がこれぐらい入ってたら、自分がリッチだなと思う金額を入れておいてください。で、虎の日に投資講座を解説したいと思いました。解説の、解説の手続きをしてから数日かかるようです。この場合は、解説の手続きを虎の日に行うのか、講座が出来上がる日が虎の日になるように、数日前に手続きを済ませておくのがいいるのか、いかがでしょうか。いや、その当日に行ったらいいと思います。後からできるのは好きにしていいと思うし、僕も作った時は、 言われてその日に行ってその後数日してできたと思うのでその日に、えー、投資講座の解説をしに行くっていう風のでいいんじゃないかなと思いますはい、えー、あとはまだこれお金のことですねいさんはマネークリップ使っているお金持ちの方を見たことありますかはい見たことはあるかあるはありますあります、はい 今僕の知ってる人じゃなくてめぼしい形の中で常時マネークリップを使ってるっていう人はいないけどもお金持ちですよっていう話の中でマネークリップを使ってる人は見たことありましたで海外でも結構いるらしいんですけどねただ僕はえー、マネークリップよりかはやっぱり財布派ですねマネークリップっていうのは海外でチップが多い国チップを渡す っていうのがジョージあるときはさっとねあの金額を出すためにマネークリップとなるけど日本ではチップを払うっていう習慣がないのであまり使う必要はないのかなと思うしうーんそのマネークリップを使ってた人がその時はお金持ちだったけど今はどうなってるのかはよく分かりませんその時はお金持ちだと言ってました、はい、僕は使いません、はい <laughs> でえー、おおなるほど質問ではないのですが、えー、お願いですと はい。俺もありですね。今の職場は環境も良く、ストレスもなく働いております。しかし、ずっとスキルアップしたい気持ちがあります。うん。今までは子供優先で家庭に支障のない形で働いていましたが、来年には子供も一旦手が離れる時期になります。そこで、やはり、一年後、転職をしようと心に決めました。うん。勤務時間も増え、責任も増して、給与が減るかもしれないので、とても怖い気持ちもあるのですが、いつの人生後悔したくないので、一年後に向けて準備しようと思います。ぜひ、蔡さんの後押しが欲しいです。 よかったら、L、をお願いします。そ送るわ。はーっちぐらい送りますけどもこうね覚えててほしいことは最近よく聞くんですよね前々から僕もよく言ってますけどどっかのタイミングでもしかしたら今ここに、えっと、コメント入れてくれてる方も幸せなんだと今が不幸なわけじゃないし十分満たされてるんだけどでも何かの拍子にふとこのままでいいのかなっていう声が聞こえてくる。 人って僕にもよくありました今はないけど、はい、今はな今のところないですけども、えー、このままでいいのかなっていう満たされてるし幸せなんだけどもって思ってる時は自分の中にある、えー、才能なのか能力なのか運なのかっていうもともと持ってる100ってあるエネルギーが50止まりとか60止まりとか70止まりでもこのままでいいのかっていう声は必ず聞こえてくるんだと思うんです100を使い切りたいって思ってるのが自分の本心本当の心なので だからそういうことの声が聞こえていた時にいや、もうこれは確かにそれを環境を変えることでやっぱりいろんなあリスクはありますよね、給料減っちゃうとかいろんなことが変わっていくし居心地もいいのにその場所からいちいち離れるっていうことに関してもやっぱり不安だし怖いと思いますでもね、思うことは人の幸・不幸を決めていくのっていろんなことがある中で離婚とか長いこと結婚生活を続けてるとかっていうそういう単純なところではやっぱり人の幸・不幸は簡単に決められないなと思うんです。 何回離婚しても私は人生の中で3度人を愛してこの先にただ別れがいた人だけだって言って胸張って生きてる人もいれば40年間の結婚生活の中で30年間何でこの人と結婚したんだろうって悩んでる人もいらっしゃるんですよねって言っていく中で好不好その人の幸せと不幸っていうのはその人の心が決めますただし不幸になっていく人たちにあって幸せだって言ってる人たちに常にないものっていうのはやっぱり後悔の数だと思います前に YouTube の動画でも上げたのかな アメリカでも日本でもね、あのー、80歳90歳を超えた方たちに対して人生にある何か後悔っていうものをあげるんだったら、えー、どんなことがありますかっていう質問に対して80%っつったかな90%ぐらいの人たちがもっと冒険もっとチャレンジすればよかったっていう言葉を言ったそうですって考えた時にやっぱり今だなって思うんであるならばいろんなチャレンジ今年は特に、えー、そういうきっかけとなる年でもありますしそういうふうに考えるんであるならばぜひとも、えー、明日そして1年後 10年後の自分に対して後悔がないっていう日を過ごせるようにして1年後の向けても転職に向かってしっかりと気合入れてやってください、はい、応援してますよはいえで、ー、虎年の旦那さんに着せたいですどうしたら購入することができますかえ俺のシャツかそうですそうです,そうですあそうかそうかそうかそうです今日も,もう最近ねずっと虎バージュト虎をねじゅんぐりじゅんぐり着てますねもうずっと虎です今日も虎よねこれ虎です虎ですねこれね ちょっと調べときますわ。調べときますわっていうのは、なんか、なんだろう。美容師さんが作ったなんかさいちっちゃいサイトみたいなのがあって、なんかね、簡単に検索しても出てこないんですよ。どうやったら出てくるんだったかな。ズードットっていうメーカーなんですよ。まあ、その子が作ってるだけのメーカーなので、で、発注が入ったら作って送るなんで、一回発注かけたら10日くらいかかりますよ。はい。なので、えっ、ー、と、一応リンクが分かったら貼っときますね。そうですね。はい 俺、どこに貼ったらいいんかな探せばいいか。OK。はい。じゃあ次を、ちょっと、あ、いいか。あと二つあるけど、あと二つ答えるか。ね。はい。えー、こんにちは。翡翠ユニバから来ました。あー、翡翠さんのところから。翡翠ユニバっていうのは翡翠さんのオンラインサロンですね。え再、ー、生先生ありがとうございます。家とんでもないです。こちらどうぞ。で、ところで、この虎年虎月に始めたいと、あるところに週末に見学に行く予定なのですが、えー、天気予報では、両日雨の予報。はい。 雨ということは出かけない方が良い暗示なのか、それともみんな予報を吹き飛ばして晴れることを願うのもありなんでしょうか、または雨の中大変だけどそれだけ一生懸命行うことが大事なのか、天気と我々の関係性など教えていただけたら嬉しいです。まあね、家を建てるときに、雨が降ったときがあったんですよ。そしたら、あのなんだろう。えっと そこのね神主さんとかも雨降ってね字固まるといってとっても素晴らしい日ですよっていうことを言われてたし僕も結婚式の時に、えー、朝午前中台風みたいな雨だったんですよ横殴りの雨だったんですけども、えー、っと式が始まると同時に晴れて、えっと、晴れながらちょっと雨が降ってこれをね狐の嫁入りって言ってうちの師匠がめちゃめちゃ喜んだんですよめちゃめちゃ縁起がいいことだよとかで晴れてたら晴れたで今日は素晴らしい天気ですねって何の話かって 天気にはこれね、何めんさんが言ってたんですよね、天気にはね、雨っていうものがただ降ってるだけで、それに対して何かをつけてるのは感情をつけてるのは僕たちなんですよ、雨が降ってるな、憂鬱だなっていうのは、雨には憂鬱って書いてないでしょって天気あの何めんさんが言われて、どういう状態になってもこの天気が好きっていう人たち、こういう天気だからこそまた恵まれたなって思うこと。もちろんこの質問さんが えっと、その時に何をしに行くのかっていうのはちょっとわからないんですけどもうんと僕はね雨がめちゃめちゃ好きです昔は占いしてるとき雨が降ってるときめちゃくちゃ感覚がさえててで僕雨のときが一番テンションが高いっていうのがあるんですよで晴れてて晴天のときとかいうのはねなんかすごくこうもう気持ちが別に暗くはならないけどそんなにテンションも上がらないなってもう雨のときワクワクするっていうのがあって僕雨大好きなんですよね だから何が言いたいかっていうと、晴れてる空にも、降ってる雨にも、感情をつけてるのはその人の心です。その人の言葉なり、気持ちなり、心なんですよ。雨が降ってて憂鬱とか、空が暗くてドヨンとするねっていうことは、空にも雨にも書いてない。私たちがそう思うだけ。僕はドヨンとして雨が降ってる暗い空を見てると、気持ちがテンション高まる。おかしいんかなそんなことない好き。店長は晴れた日が好き。 晴れた日が好きです、ね。あ,あ、そう。もう、はい、雨の日、なんか朝から、雨の音で起きたりとかしたら、ワクワクするんよね。本当ですか。俺、雨めっちゃ好きなんよね。<laughs> 僕はもう晴れですね。最近分かったわ。あの、雨降らないな、最近って思った時は、はい、車洗車に出したらだいたい。わ <laughs> <ほ> <laughs> かります。それ、わかります。何なんかな、あの法則は。車を洗車に出したらね、多分、これを見てる皆さんもね。あの、車を洗車に出したら、三日以内に必ず雨が降るっていうのは、なんか。出す。自分も出す前ですね。明日洗車行こうかな。 っって思って思天気予報見たらもう翌日雨に、ね <laughs> ね、<laughs> 今日しかねえと思って出してやっぱり降られるというねまあなので、えっと、どんな天気でもね自分自身がどう受け取るかですなので、まあ、天気に関係する運勢の云々っていうもの自体はまあ 昔の人たちはね、あの、それこそ、えー、祈祷といって祈りを捧げてる人たちは天気でいろんなことをうるなったりもしましたけれども、あそれに対してもいろんな考え方があるとは思いますが、僕は、えー、天気に対して感情をつけてるのは人の心なので、どういう天気でもあれ、えー、今日も最高の日だって言ってくれたらそれが一番いいですよっていうことを覚えておいてください。えー、っと、はい。最後です。これですね。 えー、ところで師匠と先生は別人さんですかそうです。はい。えー、差し支えだれば男性か女性か教えてください。えー、予想では、えー、師匠が男性で、女性あ、先生が女性かな。どっちも女性です。はい。えば、ー、あさんとばあさんですね。ばあさんとばあさんとばあさんですね。はい。えー、師匠はかなり厳しい人です。先生はもう亡くなりました。はい。で、まあそんな感じですけどもね。はい。とってもね、素晴らしい方ですけども、最近ね、あのー、説教される時間が、 年を取るにつれて少しずつ長くなってきたなって思うので僕はよく最近は説教 AI とかって呼んで、えー、ふざけていったりしますけどね、えー、時々殴られるそうになりますはい、気をつけますはいそんな感じですで、えー、明日がいよいよ最後12年に1回の虎,月虎年の虎月の虎の日っていうことなんですがじゃじゃーんはい何何 <laughs> 何でしょうこれまさかまさかまさかの財布ですか 財布です間に合った時間がかかったのには一応ちょっと訳を説明させてくれあ,あのー、僕はね何、あのー、て言ったらいいんだろうあのブランドモンとかっていうものよりか自分自身もブランドモンとか持たないのであのねやっぱ川にこだわった開けて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 見てくれてあのね革にこだわっててそれに対してね来るまでめちゃめちゃ時間がかかってしまったんよよかった俺間に合わんかったらどうしようと思ったんよ何にせ12年に1回のもんやけど思って いやでも皆さんも待ちに待ったと思いますよ <laughs> はいどう,もう見たことない川やろ、はい、さてこれ何の川でしょうえー、でもこの色えゾウとかですか正解ですはいこれ実はですねゾウなんですよまあ 象って取っちゃいけねえだろうって思うんですけどもあ,のある程度決められた中で、えー、っとごくわずかだけ取って、えー、それをまた、まあ、使うっていうちゃんと、ね、なんか、ね、書いてあ,あるんですよねこれなんつったかな、えー、これエレ,ファンエレファントってね本当ですねエレファントワシントン条約に基づき、えー、アフリカジンバブエから、えー、ちゃんとした法則法 法にのっとってて輸入されたものですよってだからあの安心して使ってくださいってことなんだけども動物愛好家の人からしたらまあ俺は皮使う以上牛でもね牛でも何でも一緒というのはあるかもしれないんだけどもこのゾウっていうのはねやっぱねガネーシャまあすごく大人気の神様でまあ財とか富とかっていうものをあの与える商売繁盛の神様なのよガネーシャさん様っていうのはね。 そういったものに対してちょっとゲンカぎでちょっと憎悪っということでやっぱりうちのお店の繁盛の神様であるのは君だと思うので要だと思ってるので、はい、でこれね使っていけば使っていくほどいい味が出ますこれ本当になのでぜひともこれ大切に使ってくれたらなって思うと何が気に入ったかってこれね100万円入るんよビシッと100万円が入ってはないんですかで冗談ですけど <laughs> はい、100万円が入るぐらいの暑さであの彼の大成功と商売繁盛とっていうことを願って、えー、この財布をプレゼントさせていただこうと思いましたのでどうぞ大切に使ってくださいっていうことですはい,いす、はい、なので僕は、えー、財布を買う時はブランドとかうんぬんではなくて革にこだわりますあとはねサメとかエイとかラクダとか馬とかいろいろありますこれで今回は彼のなんとなくのイメージで僕はなんかやっぱ像かなと思って 1か月ぐらいかな頼んで1か月ぐらいであの届いたので、あのー、行った時はなかったからあのそれでお願いしてやっと間に合いましたということですね、はい、大事にしてくださいよろしくお願いしますとんでもないです嬉しい本当にはにはい、はい 今日はそんな感じです。えっ、ー、と、今日は質問だけに答えさせていただきました。3月1日、今日から新しい3月の始まりですね。聞かれていきましょうかね。明日が最後、虎月虎の、虎年虎月虎の日、えー。皆さん何をするかしっかり考えてってくださいで。僕もね、財布をちょっと購入させていただきました。で、それが終わったら3月3日、ひな祭り行きますね、まあ。その時もまたちょっといろんな、えー、お話ができたらなと思いますけども、ひな祭りっていうもの自体もね、あのー、 子子とか女ののだけの日じゃありませんよ大人だってこの日しっかりと祝ってくれたらすっごくハッピーなことがありますので、えー、準備しておいてくださいそれまでにまた YouTube でえお話ししようと思いますでは今日も元気よくガッツポーズで皆さんを送らせていただこうと思いますでは行きますよ、はい、財布ももらったし、はい、元気いっぱいですか <laughs> 元気いっぱいですじゃあ行きます行、はい、きますせーのおっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃい,い,しゃいお気をつけて